大谷武治のマイロードラジオ。こんばんは、名古屋在住のシンガーソングライター大谷武治です。10月より水曜日に放送日が変わりました。大谷武治のマイロードラジオ、曜日が変わる前から聞いてくださっている方も、今日初めて大谷武治を知ってくださった方も、どうぞよろしくお願いします。それでは今週もお付き合いください。この番組は C キューブ株式会社の提供でお送りします。インターネット工事は C キューブグループにお任せください。無線 LAN が使いたいんだけど、 C キューブグループにお任せください。まさかクラウドサービスはやってないよね。それも C キューブグループにお任せください。情報通信設備のことなら C キューブグループにお任せください。はい、以前からこの番組を聞いてくださっている方は、なんかいつもとオープニングが違うと思われた方もね、いらっしゃると思うんですけども、番組のオープニング曲が変わりました。この曲はですね、今日初めてお披露目した、新曲、円という曲なんです。で、この円はですね、記号の丸と書いて円と読むタイトルになってます。で、僕の歌はですね、こうポジティブなメッセージソングが多くて、こう夢をつかもうとかね、自分を信じていこうっていう曲が多いんですけども、まあ、そんなポジティブソングを歌ってる僕でもですね、まあ、やはり時にはですね、こう自分のことを嫌いになったりとか、自分をね、自信をなくしてしまうこともあるんですね。で、やっぱり人間なのでね、生きてればいろんなことがあると思うんですけども、まあ、僕もですね、こう自分って何なんだろうとか、こう自分の能力って本当にあるのとかね、こういろいろ悩んでる時期が、ありました。で、そんな時にですね、こういろんな方と出会うことができたんですね。で、一時期はですね、自分に自信がなくなりかけていても、まあそれでも、こう自分をね、ちょっと曲げないという、こう強がりからですね、こう人に頼らず、ちょっと全部自分でやるぞっていうね、勢いだけの、時もね、あったんですけども、まあそんな時にですね、こう、大谷くん、こんなことに挑戦してみないとか、大谷武治のメッセージソングが今、僕には必要なんだって言ってくれる人が現れたんです。で、今まではね、こう、ちょっと力がある人にですね、こう、へこへこ、頭を下げてですね、で、自分のやりたいこともちょっと我慢して音楽やってた時もあって、で、それがこう我慢できずにですね、こう自分から離れていったこともありました。で、もちろん、こう、誰かのね、アドバイスを聞くこととか、受け入れることっていうのも大切だと思うんですけども、でもですね、この1年ほど出会った人は、こう、僕の能力、魅力をですね、引き出してくれる人。で、僕のことを本当にこう、好んでくれる人にね、たくさん出会いました。で、こう、一緒に相談に乗ってくれて、こう、何かに立ち止まりそうになった時に、こう、違う方向からね、こう、物事を見るアドバイスをくれたり、まあ、またそこで新たな人と出会って、こう、本当どんどんね、繋がっていったんですね。で、そんな縁が、こう、どんどん繋がって、こう、幸せの輪っか、ね、丸という縁になるっていう思いで完成したのが、この新曲、縁になってます。ラジオをね、今聞いてくださってる人の中でもですね、今自分って何なんだろうとか、こう、自分って魅力ないんじゃないのって、もし思ってる方がいらっしゃったらですね、ぜひ、この曲を聞いて、何か感じてもらえたら、すごく嬉しいです。ということでですね、今日は改めて、この新曲、縁を、お届けしたいなと思います。それでは聞いてください。大谷武治で円。僕は今日も空に暗いと過ごす。
お送りしましたのは大谷滝春で縁でした。この曲を含みました、アルバムがですね、来年の1月19日に発売予定です。でレコ発ライブもやる予定ですので、ぜひ皆さん応援してください。そしてライブもあります。10月5日の土曜日に、境にあります au ショップの前でストリートライブに出演します。場所は、栄クリスタル広場栄地下、10番出口を出てすぐのところです。時間は午後3時からと4時半から歌いますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。Cキューブ関西支店で携帯アンテナ工事を担当する上野継夫です。この前電車で、ほんま最近携帯つながりやすくなったなという声を聞き、思わずよっしゃと心の中でガッツポーズしてました。人と技術と感動通信 Cキューブグループ。はい、メッセージをご紹介します。一宮市のアンさんからいただきました。ありがとうございます。23日にイオンモール木曽川で大谷さんを初めて生で見て泣いてしまうところでした。またイベントを楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。ね、イオンで歌ったんですよね。で、アンさんにとってですね、僕の歌が、人生の応援歌になってくれたらね、すごく嬉しく思いますので、これからもぜひ応援してください。そしておはがきもね、あのラジオネーム終わりこんもんさんもいただきました。ありがとうございます。そして番組ではメッセージを募集しています。メールはtaki@tokairadio.co.jp、 ファックスは 052-961-0077、はがきは郵便番号 461-8503 東海ラジオ、いずれも大谷滝春のマイロードラジオまでお送りください。それでは大谷滝春のマイロードラジオ、来週も水曜日夜にお会いしましょう。大谷滝春でした。バイバーイ。この番組は C キューブ株式会社の提供でお送りしました。